月版目標台数の4倍を受注。ダイハツは2022年7月5日に発表した新型ムーブキャンバスの累計受注台数が発表後約1ヶ月時点で月版目標台数6500台の4倍となる約2万6000台になったと発表した。新型ムーブキャンバスは初代の可愛らしさを継承しながらすっきりと洗練させた。 ストライプスと上質で落ち着いた世界観のセオリーの異なる2つが世界観が魅力。ダイハツによると主な購入層はストライプスが若年層を中心に幅広い世代の女性、セオリーが男性という。人気のエクステリアカラーはストライプスがレイクブルーメタリック、サンドベージュメタリック、セオリーがレーザーブルークリスタルシャイン、 シャイニングホワイトパール。ダイハツによると、新型の2つの世界観や、置きらくボックスとウェルカムオープン機能を新設定した両側パワースライドドアといった利便性。DNGA の展開により実現した高い基本性能。新設定したターボエンジンと D、CVT の組み合わせによる力強い加速感が、 新型の好調な受注につながったという。